ただき、これから草加駅を目指して約 3.8 キロをウォーキングします。これらの掛け声は昔綾瀬川が舟運で栄えていた頃、船頭の掛け声や動作が神輿の揉み方になったそうです。江戸時代、江戸湾に注ぎ込むさまざまな川はまさに物資を運ぶ大動脈でした。前例がない。役所の人間って嫌ですね。前例がないと。あと木造校舎の2倍かかると。何度かと。その時に創価の人偉かったですよ。子供たちのためにお金をね、使うなら惜しくないって言った。それをね、しっかりと県の職員に言ったら、やっと許可して。上場で、今日の参加者は131名。